二酸化炭素線は、掲示用線質名に基づく温泉の線質の分類の一種である。両溶線のうち塩類線に分類される。炭酸水の入ったグラス二酸化炭素線とは、1kg 中に有利炭酸を 1g 以上含む温泉や光線を指す長い温泉。旧線質名は、単純炭酸線であり、今日でも炭酸線という名称が多用されている。また、 俗称として、ラムネの湯とも一部で呼ばれている。二酸化炭素線に入浴して時間が経過すると、皮膚表面に二酸化炭素の泡が付着するものの、その付着量に関しては、泉源により差が見られる。ただし、このことと二酸化炭素の実際の溶け込み量や、効能との関係などについて、一概に言えない。なお、炭酸を多く含有していたとしても、 それが純粋な二酸化炭素線とは限らず、天然の温泉では、泉質上、日本では炭酸水素塩泉や含む鉄線に分類される場合もある。また、含む鉄線の場合には、赤活色を呈する場合も多い。さらに、二酸化炭素線と炭酸水素塩泉の泉質を合わせ持つ場合もある。新旧泉質名では、以下に分類される。 以下の効能はその効果を万人に保障するわけではない。ものの、選出に基づく効能として以下が挙げられる。一般的適応症のほかに、高血圧症、動脈硬化症、切り傷、やけど、慢性消化器病、慢性便秘ラムネオン線化日本列島には天然の炭酸ガん優先がそう多くない。さらに、 炭酸水素ナトリウムや食塩などを含まない純粋な二酸化炭素線となると、さらに数が限られるが、大分県の白水光線は、ほぼ炭酸成分のみの単純二酸化炭素線である。また同じく、大分県の長湯温泉は、単純二酸化炭素線と、炭酸水素塩泉の二系統の炭酸岩有泉の泉源を持つ。なお、 日本で確認されている二酸化炭素含有量1位の泉源は2014年8月現在青森県の道の区温泉で有利炭酸含有量4004である二酸化炭素泉が日本に少ない理由は火山活動が活発で専温が高く二酸化炭素が溶け込みにくいからとされる日本国外ではヨーロッパ特にドイツで二酸化炭素泉が多く湧き出しており バーデンバーデンやバートナウハイムといった温泉地が知られている。ガスボンベなどに充填された二酸化炭素は様々な用途に広く流通しており、これを利用するなどして人工的に二酸化炭素線を作ることも可能である。例えば、1000ppm 以上の有利炭酸を強制的に油に含有させる装置を三菱レイオングループが1997年に開発した。 このような装置の導入により人工炭酸泉を目玉とするスーパー銭湯などの施設も出てきた。研究団体として人工炭酸泉研究会がある。例えば二酸化炭素が水の中に溶け込んでいたとしても共存する他の成分や温度などによって二酸化炭素の挙動は変化する。なお共存する成分によって効能が異なる点については言うまでもない。 ABC 山村順次、47都道府県、温泉百貨 p 7丸全出版2015年12月30日、発行 ISBN 978から4から621089965ラムネ温泉日本の天然炭酸泉について、1ラムネ銀泉の温泉効果、参考資料二新旧泉出名対象、環境省自然環境局自然環境整備課、 温泉地保護利用推進室。2018年3月26日閲覧。噂の炭酸泉。炭酸泉の特性と、長井温泉、道の区温泉旅館温泉宿、旅館が満載、ゆこゆこネと、炭酸泉とは三菱ケミカルアクアソリューションズ。2021年9月12日閲覧。炭酸泉の歴史。三菱ケミカルアクアソリューションズ。 2021年9月12日閲覧。高濃度人口炭酸泉、炭酸泉の歴史高濃度人口炭酸泉、炭酸泉を体験しよう。人口炭酸泉研究会快速。人口炭酸泉研究会。2021年9月12日閲覧。ありがとうございます。